効果は二の腕と腹筋に効きます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、二の腕と腹筋に効かす簡単なエクササイズを紹介します。用意してもらうものはタオルです。タオルを使ってですね、重りがない方とかもね、もちろんいると思いますので、簡単にしっかり効くエクササイズ、たったの10回ですので、頑張ってね、真似してもらえたらと思います。では説明します。うつ伏せになった状態で手を伸ばします。で、ここから肘をついたままですね、体重、いわゆる上半身はしっかり下に体重を乗して、ぐーっと引き寄せます。で、また戻します。ちょっとここがマットの上なので、タオルがね、あんまり滑らないんであれですけど、フローリングとかがベストです。手を下ついて引くときに肩がキュッとね、上がらないように、鎖骨と肩はしっかり下げてください。これでおへその奥をですね、意識しながら、息を吐きながらタオルを近づけていきます。やってみます。息がなくなったら吸いながら戻ります。といった感じで10回行います。この引くときにですね、肘をついたままなので、肘がね、もしなんか服着てたら破れたりとかね、あとは下がフローリングであんまり肌がね、滑らなかったらタオルでも引いてもらって行ってください。体重しっかり下に乗して、ぐーっとおへその奥を意識して引いていきます。といった感じです。これを10回ですね、やってもらったらですね、結構二の腕効きますんで、重りがない方やってもらえたらと思います。お疲れでした。今みたいにですね、重りが持ってない方、わざわざね、もちろんあったらいろいろ使えるからいいんですけど、わざわざ買ってもね、続くかわかんないよって方はね、タオルでも十分です。まずはですね、いろんなものを使って、エクササイズを楽しむことがね、まずは大切です。きついことはね、やはり継続して続きませんから、ちょっと効いたなとか、今日も少し動かしたなっていうぐらいで、やめて、また後日、ちょっと使って、やめて、みたいな感じでね。女性でもやっぱりきついところまでもう追い込んじゃうと太くなってしまう人もいますし、毎日やりすぎてね、例えば今日10回、次の日疲れてるけどまた10回、次の日もっと疲れてるけど10回頑張ったみたいな感じでね、やっちゃうと限界をもしかしたら超えちゃってるかもしれませんから、できればね、今日10回ぐらいで疲れた、翌日6回目ぐらいで疲れた、で6回でやめようっていう感じで、あんまり限界を超えてしまうとサイズアップする人がいるんで、その日に日によってね、疲れる度合い違うと思うんですけども、疲れたなっていう、ちょっと動かしたなっていうぐらいのレベルでベストです。男性みたいにですね、もう筋肉を大きくしたい方は重たいもの、回数できないもの、追い込むっていうね、感じでやってもいいんですけども、女性はですね、引き締めときたいとかね、適度に動かして太りにくくしときたいとかね、ああいう感じの目的ですので、男性のね、体の大きい人とかを見て真似しちゃうと、人によっては大きくなりますんで、やっぱり男性女性体つきも違いますし、筋肉の性質も違いますし、男性のトレーニングっていうのをね、ちょっと真似てやっちゃうと失敗する人もいますんで、女性は女性ということで、今みたいなね、エクササイズを参考にしてもらえたらと思います。頑張った方はね、 よかったらグッドボタンやコメントお待ちしております。またツイッターやってる方はですね、よかったらシェアしてください。皆さんにね、たくさん情報を伝えていきたいので、ご協力よろしくお願いします。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。